上山古墳でございます。だいぶ変わったかね。もう何年も前からシートをかけて中をね調査してるような話だったけど、どうなったんやろうね。あの柏原の役所の人やったかな、いろいろ話聞いたんだけど、なかなかね、なかなかすいまへんって、お金かかるから言うてましたけど、直線で上がると早いんだけどな、上まで。くるっと回らなきゃいけないか、上がれないか、これ右から上がれなかったかね、上がれないんでね、やっぱりこっちから行かんと、車内か急がんと、もう4時回ってるからね。丸山古墳行きたいんだけど寄れないかね、すぐ横だけどね、どんな状況になってるか一回ね見てほしいいうことで、だいぶ前やったね、陸上いただいたのは。横を通ってもなかなかね、これは上上がるの大変からね、素通りしとったね。まっすぐ上げてくるのはすぐなんだけどね、あの反対から上げてくると早いんだけどね。お、やっと階段が見えてきました。あれでショートカットしましょう。ここはね、ショートカットしたいところやけどね、ちょっとできないんですよ、ここは。綺麗な景色が見れるんでね。さて、こんな景色でございます。二条山見えたかな。上見ようとね、二条山が見えるはずやけど、あ、見えた見えた。ほら、綺麗に見えましたろ。上見ようと二条山のコラボでございます。なかなかよろしいですな。はい、やろう。今日ショートカットしてないからね、そこね。はい、あれは見たかったんで、今日昼12度ぐらいあったんでね、あの歩くの暑かったです、昼は。今は8度ぐらいです。今日午前中やったらもっと綺麗やったんやけどね、午前中はね本当に綺麗やったんです。今日晴れて、今ちょっともやが出てるけど、おお、見えます、見えます。桂木山から、あらあら、太陽が眩しいね。金剛山から、あー綺麗やね。こんな眺めえんかね、ここ最高やわ。最高でございます。最初に来た時ここはもう蚊帳でもうやぶなってましたね。ここは中に入るのにね、ずっと奥から入ったんやって。あの時は何やったんやろ。え、東杉津は2個あんね、杉津は。上山古墳はね、水古天皇だかな。水古天皇の所蔵墓と言われたんだけどね。今水古天皇、今水古天皇はどこやったっけ、大正やったっけ、やるんやけどね。この横をね、あら、あら、屋根ができてますか。これを見てくれ以上だったんやけどね、前はずーっとシートね、黒いシートをずーっと張ってあった、長いこと。まだかかるんかね、これ。あのお姉さんもう住めてますからって言ってたんやけどね。ここにね、石油が2基あったんかいね、見せてくれたいのにね。ああ、最後、最高眺めやけどね。どこや、丸山古墳はどこだ、これか、これ丸山古墳でございます。これが300何十メートルまでの古墳やけどね、あれに行きたいんだけど、後で帰り寄ろうか。あれ、丸山古墳こうやね、こうですよ、こう。これが後円部で、ずーっとこっちが前方部で、まあ、あとでちょっと寄りますけどね。
西約4、500メートルぐらいのところあるんやけどね、これ屋根ができたんだけどね、まだできないかね、いつになったらできるのかね。これは中やってはるみたいやけど行かれへんですよ。屋根ができてんだけどね、まあ以前はこの上にね、土の上にシートかけて石をいっぱい置いてあったんやって、こんなことになってます。これでよかったですかね。ねえ、こんなことになってますよ。残念でございました。なんか見えるかなと思ってきたんだけど、なかなか時間かかってますね。いやー、眺めいいとこやね、ここ。もう抜群な眺めでございます、これ。ねえ。見てくださいよ、これ。梅びょうか、二条山か、桂木山から、金剛山から。ほんで、こっちが、奈良の山々、奈良の山ちょっと分からんな、奈良の山分からん。ちょっと上山古墳から早く丸山古墳向かわんと時間ないぞ。はいはい、ありがとうございました。すぐ横止めたんだけどね、降りられへんねんで、ぐるっと回らんと。上山古墳は上ね、屋根とシートをかけてありました。まだね、なんか工事するいうことを聞いてんやけど、できてるのかな、わからんね。屋根の下でやってんかな。なんか公開するようなこと言ってたんやけどね。はい、ありがとうございました。梅山古墳でございました。駐車場から歩くこと5、6分、もっと歩いたか。はい、ありがとうございました。上山古墳でございました。はい、次は時間がちょっとわからんけどね、寄れたら丸山古墳寄りましょう。ありがとうございました。